始まりました。こじちゃんのお悩み相談所のコーナーです。このコーナーではお悩み様から実際にいただいたお悩みや相談を私たちが私たちなりの視点でアドバイスや解決をさせていただくコーナーとなっております。早速になりますが、お悩み様からお悩みをいただきましたので代読させていただきます。つい先日ドレス試着が始まったプレハナです。今ウェディングドレスとカラードレスのテイストやデザインが似すぎてしまい、変更すべきか悩んでいます。私の好みや骨格的にスレンダーやマーメイドの落ち着いた雰囲気のドレスが好きなのですが、ウェディングもカラーもストンとした広がりのないドレスにしてしまうと寂しい感じがするのではないかなと思っています。ナイトウェディングということもあり、カラードレスはサテン生地のネイビードレスにしようと思っているので、ウェディングドレスをボリュームのある王道な雰囲気のドレスに変更した方が良いですか、うん、ぜひおじちゃんの意見をいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。そうですよね、悩みますよね。難しいですよね。すごい気に入ってくださってるってことですもんね、うん、その2着を見てるけれども、うん、それであればなんですけど、正直ドレスは買えなくてもいいんじゃないかなっていう感じが思います。ウェディングドレス2着着て、うん、2着とも似てるとかだったら少し形を変えるなり、うん、雰囲気がないと変わるようなバランスの2着にするのがいいのかなって思ったんですけど、うんうん、お読みでも全然雰囲気ってガラリと変わると思うので、うん、似てる感じでもいいんじゃないかなと思うんですけど、はい、生地とかがちょっと似てたりとか、うん、形が似てたりみたいな感じなんですかね、うんうんうん、そんな感じですよね。がしますよね。少しでも雰囲気を変えたいなとかでしたら、うんうん、髪型であったりとか、うん、アクセサリーでもだいぶ雰囲気が変わると思うので、儀式の時は大ぶりなイヤリングを買いまして、うんうん、カラードレスの時は少し大ぶりなとか、それこそ髪型とかもなんか前髪とかも変えてあげると正面からの雰囲気がガラリと変わると思うので、ヘアスタイルプラスヘアスタイルの中でも前髪とかそういった部分的なところも変えてあげると雰囲気は変わりやすいんじゃないかなとは思いますね。最近だとお色直しで挙式で着てたドレスのアフスリーブつけたりとか、はい、上から着るようなものとかを合わせてる方とか、はい、多いイメージなので、同じウェディングドレスだけどそういうのするだけで雰囲気結構変わってる印象なので、全然色が変わるだけでも、そうですよね、だいぶ雰囲気変わるんじゃないかなとは、ただなんかブーケとかは結構分かれると思うんですけど、一つのブーケをウェディングドレスとカラードレスで兼用で使う方もいれば、カラーで変える方もいると思うので、ブーケも変えてあげると雰囲気もっと変わりそうですよね。ゲストの目線を決めしちゃうところだと思うんですけど、でも一番は神父様が着たいドレス、気に入ったドレスを着ていただくのが一番効果になると思うので、このようにちょっと雰囲気は変えていただければいいんじゃないかなとは思いました。おじちゃんです。ご質問いただいた中で、カラードレスはサテン生地のネイビードレスっていう情報をいただいてるんですけど、仮にウェディングドレスを全然ガラッと雰囲気を変えるとなったら、どんなドレス選んだら差が出るとかってありますか？そうですね。ポイントとしては、形とドレスの素材とか、袖があるかないかみたいなところの、このなんか3つ対照的にしたらだいぶ変わるんじゃないかなと思って、形の話からお伝えすると、スレンダーかマーメイドっていうところだと思うんですけど、結構対照的なのがやっぱりプリンセスラインのボリュームがあるドレスっていうのはかなり雰囲気がすごく変わるので、プリンセスラインか、あとは A ラインでもだいぶあるんじゃないかなとは思います。プリンセスラインと A ラインとあのプリンセスの可愛い感じのデザインが多かったりします。はい、AI だと切れ目系のデザインとかも多い印象があるので、好みがどっちかによって選んでいただければいいんじゃないかなっていうのがまずラインのところで、素材ですね。素材結構難しいと思うんですけど、サテンっていうことだったので、サテンだとつるんとした光沢感があるような生地感だと思うんですが、チュール生地とかは対照的かもしれないですね。なんかちょっとふわっとした感じ、チュール生地だと刺繍が施されてるドレスとかも多くて、刺繍がお好きとかでしたら、チュールもいいなと思いますし、チュールだったらグリッターグリッター人気ですよね。人気の人気な、はい、グリッタードレスとかもチュール生地にキラキラが施されてる傾向があるので、そういったドレスを選んだりするのもだいぶ華やかさが出てくるんじゃないかな。
ので、そういった生地感のものを選んでいただいて、そう、カラードレスはサテン生地のネイビーだと思うんですけど、袖がどんな感じかにもよるんですけど、もし袖がないカラードレスだった場合は、ネイビーの方で袖のタイプも結構、長袖タイプとか、キンソールタイプとか、いろんな袖のデザインもあるので、こう変えてあげるのも、だいぶ雰囲気が変わるんじゃないかなと思います。ナイトウェディングってことなので、ちょっとロイヤルっぽい感じの長袖のイリュージョンっぽい感じのドレスとか、すごい上品でかっこいい感じになって素敵だなってちょっと今なんか想像してて思いました。ブリッターとかも映えそうですね。ナイトだといいですね。夜7時間夜暗いとかだったらそういうキラキラとかあるのも可愛い、ロマンチックな感じになりますよね。そういうところで変化させてというのもすごい選択肢がたくさんあるので、いろんなドレス着て決めていただきたいなっていうのがすごい願望として、はい、聞いてると自分の持ち入りますね、入っちゃいますね。いろいろお話をさせていただきましたが、はい、一番後悔残らない選び方っていうのはやっぱり花嫁さんが気に入ったドレスを着ていただくことだと思うので、はい、ぜひ着てときめいたドレスにご決定いただければいいんじゃないかなとは思います。はい、はい、ドレスに関するご質問をいただいたんですけど、結構最近ドレスに関するお悩みとかお相談がすごい多いイメージなので、コーディでドレスコンシェルジュというサービスを行っておりますので、もし本当にドレスに悩んでる方とかドレスじゃなくてもアイテムのことでちょっと相談したいことあるよっていう方は 4D サロンにお越しいただいて、はい、無料で解決させていただきますので、そちらもぜひチェックしていただけたらなと思います。おじちゃんです。本日もご視聴いただきありがとうございました。 4D チャンネルでは結婚式に関する情報を配信しております。少しでもいいなと思ったらチャンネル登録といいねボタンをお願いします。また 4D のインスタグラムでも毎日ノウハウなど情報発信をしておりますので、合わせてチェックしてみてください。また 4D でドレスコンシェルジュというサービスも行っております。気になる方は概要欄をチェックしていただけたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。